はい、おはようございます。大将でございます。今日はこんばんは、こんばんは、こんにちは、おはようございます。本日は、秋葉原にあるトレカの洞窟タワー店の不思議なオリバーを見つけたので、そちらをやっていきたいと思います。1回1000円、当たりリストはありませんでした。沼九郎がただ描かれておりました。これちょっとね、出したらパッとすぐ見えちゃうんで、一応全部裏で。ノーマリ全部沼九郎とか面白い、ね、クソ汚いんだけどここ、はい、じゃあいきます。1泊目、さあ本当にね、全く分かんないんだよ。何も沼九郎の写真だけ貼ってあったから、じゃあとりあえず最初は一気に開きます。こちら、え、結構レア。なんか悪くないぞそれ自体は安いけど、いいね。レア2枚と SR1 枚、あ、悪くないかもしれない。さあこちらも今回は10パック買ってきましたので、まあ、レバック知らなさそうだ。欲しい方はメタルコアバリア、見えないそんなことがある本当に。だからレア2枚と S レア UR1 枚ってことかな。どこら辺有料じゃない、ここら辺、1000円でこれはめちゃめちゃ有料だぞ、マジで。はっきり言ってハズレがするならね。あ、これ俺が見えたわ最初見えたやつ、表で出てきたやつ、うん、でもなんか全部こんな感じだとはちょっとあれだけど、ね、そうだね、ちょっと当たり欲しいね。これででも当たり出たら割と回収率的には悪くないんじゃないかな。お、ルニタンなるほどね、まあ、1000円ちょっとするかな、買おうと思ったら。うん、もう別に悪くはないね全然。そうだね、全然悪くはない。あ、これわかんねえ、わかんねえけども、 SR は確定っぽい。なんか800円ぐらい、うん、800円ぐらいの SR と、でもレア2枚、あれレアかと思ったら、なんか1枚ゴミだったんだけど、パラレル仕様ね。なんでパラレル仕様、パラレルじゃない、パラレルって意味わかってる入ります。あ、なんかめっちゃ曲がってるめっちゃ逸れてるってことは高級じゃない、これ高級カードじゃないな、ペルシアンだった、ゴミだった、これ300円のやつ SR ね。あ、これ強いんじゃないの、いや、それじゃない、これじゃないんだ、ごめんごめん、それしてなかった。1、2、3、4、5ってことはこうか、半分6パックでこんな感じで見ます。これさあ、今のところ大当たりはまだ出てないという状況でしょうか。さあ7パック目こちら、きたー、え、マジで有料じゃないこれてか、なんか当たりめっちゃそれ出ない、え、確かに確かに、久しぶりだけどね、いや、もう3回目ぐらい、久しぶりだけど3回目ぐらい。あとアンズも絶対出るよアンズやばい、オリパのアンズ封入率やべ え、めちゃめちゃいいじゃん。ちょっとあのヌオだけってもったいなくない、ちょっとヌオじゃなくてヌマクロなんですけどじゃあいきます。1、2、3、4、5、6、7、8パック目、こちら、ああ、染めた途端に染めた途端にこれだよなんだよそれパパか受験勉強応援するパパか。ああ、今見えちゃった。あ、マジで分からんね。やっぱもうなんか500円いかないでしょ。うわ、エリカぐらいか。いでも、まあ、悪くはないけど、トータルではプラスにはならないかな。あ、口なし。あ、ミュウとか出た。お、え、普通に良くない？いい。うん、気分的にはね。分かんない。あの、もうちょちゃんと計算してみてからだけど、気分的にはいいんじゃない？こんだけ SR があるってこと。え、これワンチャン。あ、でもなと、エリカだけで。4、5000円、うん、なんか普通に良くない？悪くない、うん、ということで今回はこのような結果になりました。まあ特に注目はエリカじゃない、やっぱり今回も口出しも結構いいよね。いや、口出しも今700円ぐらい、うん、あ、そうなんだ下がったんだ。ここら辺をぜひね、狙って皆さんまたコメントとチャンネル登録をして応募よろしくお願いします。お願いします。さようなら。さようなら。